イングランド代表などで指揮を執ったスベン・ゴランエリクソン氏が8月26日に死去した。去年76。アメリカメディア、CNN によれば、同氏は今年1月に末期がんを患っていると告白。余命は約1年だと語っていた。最後は自宅で家族に見守られながら息を引き取ったという。動画、青空の下、歩きながら言葉を交わすベッカムとエリクソン氏。 スウェーデン出身の名称の訃報に際し、元イングランド代表キャプテンのデイビッド・ベッカムが自身の SNS で追悼の意を表した。私たちは笑い、泣き、そして別れを告げた。二人で歩きながら言葉を交わす動画を添付し、こう続ける。スベン、いつも情熱的で、思いやりがあり、冷静で、真の紳士でいてくれてありがとう。 あなたが僕をキャプテンにしてくれたことに一生感謝する。あなたやあなたの家族と過ごしたこの日の最後の思い出は、一生心に刻んでおくよ。そして最後にもう一度、サンクユース弁と綴り、あなたの最後の言葉は、きっと大丈夫、と締めくくった。